秋葉台文化体育館にやってきました。今日こちらの体育館にはすでに続々と人が集まってきているんですが、実はこちらを会場に障害者の方と健常者の方が共に参加するふれあいスポーツ交流会が開催されるんです。今日は私も参加させていただきます。もうやる気十分なのでたっぷりと大会の様子お伝えしていきます。今回行われるふれあいスポーツ交流会はどのような目的で開催されているのでしょうか。主催者の藤沢市未来創造財団柳沢さんにお話を伺いました。今日はこのふれあいスポーツ交流会、皆さんすごく楽しまれてますけど、はい、そもそもどんな目的で始まったものなんですか。はい、老若男女障害の有無にかかわらず本当に幅広い人に、スポーツを楽しんでもらえるということで、もともとですね平成15年に1回目が始まりまして、はい、今回で18回目になります。で、初代のですねローリングバレーボール協会の会長さんが杉浦さんという方がいらしたんですけれども、その方が手が不自由なので、学生時代は自分はバレーボールの授業の時はずっと見学だったんだということで、だけど僕にもできるバレーボールがあるんだよってことで、柳沢さんちょっとやってみようよってことで、財団の職員もですね一緒に、杉浦さんと一緒にそのバレーボールをこのローリングバレーですね、やったんですね。それで、座ってやるバレーボールなので本当に重度の障害がある方も小さいお子さんも高齢者もですね一緒にこうプレーできるスポーツということで、これは画期的なスポーツだなということで、財団でもですねこのふれあい交流会を始めてですね毎年、開催しているというような状況になりますね。じゃあこう開催のきっかけとしてはやはりそう、なんか障害の持った方でもできるっていうところの声から始まったんですね。そうですね、もう本当にバリアフリーでもう本当に多くの方が参加できて、障害ある方とやっぱり時を一緒にこう時間を過ごすことによって障害理解にもつながるという画期的なスポーツだと思っています。障害者の理解につながるというローリングバレーボール、参加者たちは4チームに分かれ総当たりで試合を行います。私はこちらの桃太郎チームに入れてもらうことに。今日は桃太郎チームで一丸となって頑張ります。まずはちょっと練習ですね。ローリングバレーボールは普通のバレーボールと違い、選手はコートに座った姿勢や膝をついた姿勢などでプレーをし、ボールは床の上を転がすようにします。それ以外3打で相手に返すことなど普通のバレーボールとほぼ同じルールになっています。おーすごい、まっすぐ来る。ごめんなさい、とんでもないとこに。これ結構こう立ち上がって走ったりはないんですけど、結構なんか膝とか腕とかの筋力を使いますね。実際に試合を見ながらその魅力について藤沢市ローリングバレーボール協会の前田さんに伺いました。今サーブされる方って90代の方なんですけど。90代、はい、あ、本当ですか。ボランティアさんでいつも一緒にプレーさせていただいてます。じゃあ結構こう年齢層も幅広いんですか。はい、小さいお子さんから90代の方でも、どなたでもできる。そうですよね、今90代の方サーブ打ちましたけど、相手チームまだね小学生とか、ちっちゃいお子さんもいらっしゃいますもんね。じゃあ本当にどなたでもできるんですね。来た方に合わせてその場でルールを作ってしまったり、じゃあその時にどんどんルール変えたり、その日によって違うってことですか。そうですね、触れ合いの場の時はそうしてます。本当の試合の時はそういうふうにいかないですけど。すごい、結構迫力ありますね。もう試合になるとやっぱり勝ちに行きますからね。そうですよね、皆さん真剣ですよね、かなり思った以上に激しいスポーツのローリングバレーボール。91歳のこちらの女性も白熱する試合をとても楽しんでいました。やっぱりこう皆さんで一緒にスポーツやるっていうのは楽しいですよ。みんな面倒見てくれるから本当
こんなばあさんはねえさんと面倒見てくださるから100まで行きます。素晴らしい、頑張ってください。ぜひこれからも楽しく健康に続けてください、はいはい、お疲れ様です。ごめんなさいね、勝手なことばかり言って。元気をもらえるインタビューありがとうございました。さあ実際に私も試合に参加させていただきました。はい、では再開します。はい、行きます。私のサーブから試合再開です。サーブは相手コートに入りほっとしたのもつかの間、緩やかな展開を期待していたのですが早速激しいゲームに。私も必死に相手コートに返しましたが逆に相手のチャンスに。なんとか受け止めましたがその迫力は思った以上です。ラストワンプレーではトスを転がしますがスパイクでボールが浮いてしまったため反則で残念ながら得点にならず、それでも試合には勝利することができました。やった、勝ちました。2点差ですけど勝ちました。健常者や障害者、子どもからお年寄りまで楽しめるローリングバレーボール、参加者の皆さんはどうですか。今日お久しぶりに試合されて嬉しいですね。で、知らない方とまたやるのも楽しいですね。一方で親子で参加されていたこちらの女性は、なんで今回これご参加されてるんですか。なんかちょっと大学時代にちょっとだけやったことがあって、そうですね、はい、でもその時になんか誰にでもできて、いろんな方と交流できるので、うん、今回ちょっとお知らせをいただいたので、はい、ちょっとまた来てみました、はい、実際高校さんと今日はじゃあ初めて、はい、そうなんですよ、はい、参加されていかがですか。いや、もうなんか1年生なんですけど、はい、子供でも結構簡単に参加させてもらえて、はい、すごいいいなと思いました。このローリングバレーボールの楽しいところはどんなところですか。楽しいところ、まあ、みんなでワイワイやれるからっていうのが一番あれかな、楽しいかな。そうですよね。今日参加してみていかがでしたか。あ、もうすごく楽しかったです。もう私スポーツも大体好きなんですけど、ね、これ足の都合でほら参加できてなかったもんで、いやもうすごく楽しかったです。ありがとうございました。参加者の声を受けて藤沢市ローリングバレーボール協会の山田さんは、今日1日いかがでしたか。このコロナになってこの障害者のスポーツっていうのがなかなかできない状況になってた中で久しぶりに会えたメンバーもいてすごい楽しめたかなと思います。またこの大会が続けていけるといいかなと思っています。パラスポーツのボッチャも合わせて開催されたふれあいスポーツ交流会、参加者の表情から分かる通り盛り上がりを見せました。しかしローリングバレーボールには2つの課題があるといいます。どんどん発展していただきたいんだけれども、一つもう日頃からの問題をとして感じていることはね、なかなか知られてないということですね。だから知られてないんで、どこでこういうことをやってるかっていうのはなかなかわからない、だから集まってこれないということが一つありますよね。それからもう一つは私たち障害者というのは足の問題が大事なわけですね。その足をどう確保するかというのが非常に大変なことです。やっぱりすごく楽しいですし、まず知っていただいて一人でも多くの方にまずこう参加して楽しさを知っていただきたいですよね。そうですよね、うん、さっき小さいお子さんもやってましたけど、はい、ええ、結局ね、それぞれのメンバーの技量というか、まあ、それに応じてルールも簡単にしたり優しくしたり、はいはい、することができますから、まあ、そういう意味では誰でもできるというか、うん、こんな年寄りにもやれるというところがこのいいところですよね。藤沢市ローリングバレーボール協会は皆さんの参加をお待ちしていますので、やってみたいという方はぜひこちらまでご連絡ください。ローリングバレーボール再
最高。